クラス慣れたらね、フォリナーがいいな。キャスターもいいけどね、なんか強そう。キャスターかっこよさそう。キャスターか、フォリナーがいいな。最高。2階の扉が開かれた。それはデビデビですね。デビはキャスターだね。いいね。だろうね。素晴らしい。俺エクスさんさ、よしよし、セーバーに見せかけてアーチャーとかで出てきてほしい。体験をね、後ろからね、ビュン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 ね、弓のように行ってほしい。普通にセーバーって体験使わないでしょ。そう、僕が剣を使うと思いますか。使いませんって感じでね、あの体験は振るんじゃなくて行ってほしいね、投げてほしいね。ランサーでもいいよ。ランサーって体験を槍のように使うみたいな、そういうやつかい。でフレンさんはセーバーだな。完璧。フレンさんはもうザ・セーバーって感じがする。エクスさんはなんかそのまんまセーバーには収まらん気がするんだよ。僕は切りませんけど、そんな感じ、うん。リン先輩にキャスターやってほしいな。シズリン先輩にはキャスターやってほしいな。デロン先輩セーバーがいい。え、フミノ先輩はバーサーカーでしょ。タマちゃん先輩はバーサーカー一択よ。え、あれがフォーリナー。いや、俺はバーサーカーだと思うんだけどな。意味わからんからフォーリナーか。いいね。アイバウイハねー。俺アサシンやってほしい。バーサーカーって言うけど、アイバウイハはね、悩める乙女なところがあるのよね。ヤシロさんバーサーカー似合いそう。いや、もともとのフィジカルもあるけどさ、理性をぶっ飛ばすことでさ、なんか超ムキ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 バーサーカーヤシロさん似合いそう。バーサーカーになることで弱体するタイプかもしれない、ヤシロさんも。フミさんはね、あのタマモちゃんみたいな感じの和装着てキャスターしてほしいな。ちっちゃいキツネさん連れてるしね。式神ちゃんみたいな子いるじゃん、フミ様。キャスターしてほしいな。よし、似合うと思う。剣持ちは剣持たせとけばいいかな。剣持先輩セーバーしょ。あ、でも確かにね、マスターの方が似合うかもしれないね。男子高校生っていう、もうそれ自体が属性としてマスターなんだよな。グエルさんはマイクは剣より強しっていう感じでセーバーがいいな。教会のね、神父も似合うかも。神父似合うな、グエルさん。グエルさん神父めっちゃ似合うな。ルーラーとかやっくり倒そう。なんかちょっとそっち寄りでもいいな。あの社長も似合うな。社長似合うな。ヨルミ殿にルーラーやってほしい。セレジョ5人で1人の英霊、それあの本当は一人一人何かあると良いけど、なんかそれでアサシンとかやってくれたらね、グループ英霊いいね。ゆっくり戻そう。アイデンティティ強、もしくはその5人でマスターになってくれ。そう、演劇同好会だからね、やっぱアサシンやってほしいな。よいしょ。5人組で1人のマスターして、誰が本当のマスターかを隠してるやつがいい。誰が本当のマスターか分かんないで、5人でマスターっぽいのをこう日替わりとかでね、やるやつがいいな。終わったかな。ワールド選ぶ。ワールド20コンプリートしました。やったー、ありがとうございました。